どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽を始めましょう。今回のテーマソングはクリスマスソングなんですけれども、ちょっとムードが普通のクリスマスソングとは全然違う感じの曲、こちらと坂本龍一さんの戦場のメリークリスマス、この曲をガズレレハミングバージョンでやってみようと思います。このハミングバージョンっていうのは、まあガズのオリジナルなんですけど、本来この曲インストゥルメンタルで、まあ、伴奏だけの曲なんですけどね。それをですね、あえてコードをウクレレで弾いて、メロディーはもう歌っちゃう。ハミングで歌っちゃう。この感じ。ぜひこれもう新感覚のこのね、演奏ですよ。演奏形態。気持ちがいいんですよ。このメロディーが。このメロディーを弾きながらこうウクレレを奏でながらつまびく。ぜひこれ皆さんね、体験してもらいたい。最高に気持ちがいいですよ。はい。思いっきり。気持ちを込めて演奏していきましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンをゆっくりやります。これは4つ弾きで簡単コードでやるんですけど、これだけでも結構こう、グッとくるものがありますからね。はい。後半はそこにかっこいいバージョンになるんですけど、そこにかっこいいリズムとかいろいろ加わらず、コードの響きもかなりかっこよくなります。相当こっちもね、もうキュンとくるやつなんで、ぜひ体験していただきたいと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。音楽って聞くの最高ですけどね。やる方がもっと最高なんですよ。はい。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やってみたいなってずっと思ってたんだけど、チャンスがなかったんだよなという方とか、楽器にチャレンジしてみたんだけど難しくてもうダメでしたみたいな方が、あっという間にこのちっちゃいウクレレ弾いて歌う弾き語りができるっていうこのプログラムがあるんですね。このプログラムがガズレレオリジナルのプログラムを見て、今全世界中の方が何十万人もウクレレで音楽を始めてます。とにかくこのプログラム分かりやすくて簡単で楽しいんですよ。だからどんどん次進めるプログラムになってます。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここに貼り付けます。このリンク先にジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけでどんな方でもあっという間に音楽がすぐにできるようになりますからね。 YouTube 動画ですから完全無料。今すぐ音楽始めましょう。それではこのプログラムのリンクここに貼り付けますからね。こっちですよ。行ってらっしゃい。クリック。それではやっていきましょう。坂本龍一さんの戦場のメリークリスマス、ガズレレ流シンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみます。
雄一さんの戦場のメリークリスマス、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。気持ちがいいんですよ、このメロディーをこう歌うのは。これはやっぱり演奏で弾く曲かなってみんな思ってたかもしれないけど、あえてこの、なんつうの、声で、ハミングでこう、なん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 、ああ、これはね、ハマりますから皆さん。もうガズさんもうすっかりハマっちゃってですね、もうずーっとこれもう昨日からずーっともうこう頭の中に流れ放題なんですけどね。はい、皆さんもハマりますからね、ゆっくり楽しんでやっていってください。今聞いていただいて分かったんですけど、これガズレレオリジナルのショートカットオリジナルバージョンのアレンジですね。皆さんちょっといい感じでやりたい時はですね、この今取り上げたところをこうかいつまんでオリジナルのバージョンにして演奏してみるのも面白いと思います。ひとまずは今のガズレレのシンプル簡単バージョンの動画に合わせて、コードは出てますけど、今日メロディーとか歌詞がないからね。はい、それを見ながらね、こう演奏してちょっと練習していただければと思います。はい。で、一緒にできた方、動画に合わせてね、まず1個目のステップはクリアだと思います。そしたらね、次のステップどんどん行きましょう。次のステップは何をやるかというと、今度は、ガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さんお一人だけで演奏して、ハミングして、音楽を生み出す。これをやっていただきたいなと思うんですけどね。いずれはね、覚えちゃって、コード進行とか覚えちゃって、こう、大空に向かってこのメロディー弾いたら気持ちがいいですよ。ねん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 とかできるようになるといいんです、いいと思うんですけどね。最初からやっぱコード丸暗記するというのは難しいでしょうから、まずは楽譜的なものを見て、だん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 自分の体に覚え込ませて、いずれ覚えちゃう。これがいいと思うんですけどね。でも楽譜ってどこにあるんだろうということになると思うんですけど、安心してください。今ね、演奏したの、ガズはね、この自分で書いたノートを見て演奏していたんですよ。はい。はい。これ見て、戦場のメリークリスマス、坂本龍一さんですけど、この、ほら、ハミングバージョンということで。今日はだから見て、コードだけですよ。すごいさっぱりしてますね。いつもはこんな感じでぐちゃぐちゃに歌詞が書いてある。ぐちゃぐちゃってことはないですけどね。はい。はい。さっぱりしてます。はい。その代わり、なんな。わかんなかったらここにメロディーライン書くのもいいと思うんですけど。はい。もうちょっとしたらね、こんな感じででっかく皆さんに映して、シェアして、みんなにこんな風に書いてねっていう風に、やろうと思うんですけど、今、すごくいいサービス始まってます。これです。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かと言いますと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた戦場のメリークリスマスの楽譜を含む、が今まで手書きで書きまくってきたもう膨大なストックのノート楽譜のデータがあるんですけど、それを毎月5曲皆さんやってみたいな、面白そうなというのを選んでいただいて、お手元にすぐダウンロードできる。これ全部 YouTube に連動してますからね、すぐに練習に開始できるよという画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも毎月2回全世界中の方が参加してくださってくれる、ものすごい盛り上がるオンライン大セッションイベント、毎月2回ですよ、オンラインクラブメンバー限定で開催していたりですね、皆さんの演奏動画アップロードできる場所があったりとか、なんかそのガズクラブだけのいろいろイベントが、限定イベントがあったりとか、とにかくここは一個の村みたいな感じで、音楽をいろんな形で楽しもう、いろんな老若男女集まって音楽をガズレレで楽しもうみたいな、そういうことになってます。これ楽譜のダウンロード以外にも一個のね、こう村作りとして動いてますね。はい。これ概要欄にね、詳細貼っとくんでチェックしてください。それとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学はもう読んで字のごとく大学ですので、ちょっと難しいリズムのお勉強とか、このフレーズここがちょっと難しいとか、8ビートのこの16ビートのこの指使いだとか、ここのフレーズのこの指とかコードとか、そういうことをね、毎週2回のライブ配信でチャットでやり取りしながらリアルタイムで、講義を行っていくという YouTube メンバーシッププログラムという、YouTube のサービスを使っているコミュニティがあります。これもね、なかなかこれはね、面白いですよ。こっちの方もね、概要欄に入って、貼っておきます。あとはね、他にもいろいろやってるんですけど、毎朝7時半からラジオ放送をやってます。スタンドFM というね、アプリの中で、ガズラジというラジオ放送やってます。これめちゃくちゃいい話してますから、ぜひ皆さんこれ、無料でね、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも残ってますんで、ぜひガズラジもですね、チェックお願いします。こっちも概要欄に貼っておきます。それでは、楽譜を見ていきましょう。戦場のメリークリスマス、坂本龍一さんです。はい、さっきも言いましたけど、ハミングバージョンということで歌詞を書いてないですけれども、もしこのメロディーラインわかんなかったら、こういう並々でね、メロディーラインを書くのもいいと思います。はい。ということで、今日はコード譜ですね、だからね。で、今日はね、格好、簡単バージョンからもう A1 ブロック4つとかも出てきますからね。はい。これをちょっと一時停止して書いていただくか、あとは、さっき紹介してさせてもらったガズクラブで、このデータをお手元にダウンロードしていただくのもすごく有効だと思います。はい。で、ここ見てください。ここもそうだけど、下にくるっとこう囲ってる。下にくるっと囲ってるやつは、後半やるかっこいいバージョンではこのコードを弾いていきます。はい。で、ここもこんな風に変わってたらいい。ちょっとね、矢印マークとかあるんです。これは後で解説していきます。で、今日ね、シンプル簡単バージョンで、どうしてもこのコード、ちょっと避けられなかった。Gm7。これはね、なんとか後で解説しっかりしていくんで、マスターしてほしいなと思うんですけど、こんな感じです。まずはこの A パターンと B パターン。はい。ここを一時停止して書いてください。で、その後はこれが、またこう。これ繰り返しなんですけどね。
はい、でかっこいいバージョンではね、弾き方でどんどん展開していくんでね、その辺もお楽しみにしておいてください。でここまたちょっとこう変わったパターン、 D パターン、はいですか。ここもワンブロック4つになってますね。はい、でここタタタタって書いてあるのがかっこいいバージョンで、ここねちょっと面白い弾き方になりますよということでございます。はい、でここまたでん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 のメインのフレーズを繰り返して、最後ここちょっとねこの辺がコード変わってたりするんですけど、こんな感じがガズレレアレンジの戦場のメリークリスマスでございます。でそれでコードが結構出てきちゃうんですよね。ちょっと見てもらいたいんですけど、ねまずねこの赤く囲っているやつは後半出てくるかっこいいバージョンでしか出てきません。でこの青く囲っているこの Gm7、 これがちょっとね初心者の方ちょっと今日は説明がいるなと思うんですけど、まずはちょっとこれも隠させておいてもらって、今映ってるこの7個のコードいってきます。 Am と F と Dm、 G7、 E7、 Em7 と D7、 この今映ってる7個のコードは入門コード、これ簡単ですよ。ガズレレ必須コードというウクレレ初心者に一番最初に覚えてもらいたい入門コードのグループです。このガズレレ必須コードっていうのは10個あるんですよ。でもね10個も覚えなきゃいけないのかと思うかもしれないんですけど、1個ずつ見たら入門コードだからめちゃくちゃ簡単なんだけど、10個いっぺんに覚えようと思うとねもうごちゃごちゃになっちゃってね、頭の中 もう わけわかんなくなっちゃって、私がめちゃくちゃ皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、すごいいい動画撮ってます。ここにリンク貼っとくんで、このね、ガズレレ必須コード遅かれ早かれ覚えちゃってください。今日は10個あるうちのその7個が出てきますよということでございます。で、今日ね、そのシンプル簡単バージョンで出てきちゃった Gm7 というコード。これをね、ちょっと最初にレクチャーしよう。はい、押さえれました。ここと、ここと、ここなんですけど。これね、結構苦手な方多いんですよ。指がね、こんな風に、このぐらい反り返って、1フレットの1弦2弦、こんな風に。これがいいんですよね、本当は。で、これを押さえるために親指の位置相当下げないとですよ。普通に握ってたら押さえられないですからね。グッとこんな感じです。だからこの、とっさきでこう挟む感じがいいですよ。こうピッて。はい。で、それでも難しいなという方は、3弦から押さえちゃうのをおすすめします。親指もちょっと上に上げて、3弦から押さえちゃって、同じ3弦の、この、ここを押さえるってことですね。はい。要は A7 の押さえといて、パタッと倒すってイメージです。そうしたら押さえやすくなったっていう人結構多いです。はい。それか、もうあとはもう押さえづらかったら、もうこうやって押さえるとか、こうやって押さえるとかちょっと工夫して、とにかくこの Gm7 を押さえていきましょう。はい。今ので、だから、コード8個でシンプル簡単バージョンが今できたぞということでございますが、まずはね、ほんとゆっくりこれでメロディーラインとかこういい気分でやっていただきたいなと思いますけど、はい。でも、この後やるかっこいいバージョンのもう聞いたらやっぱりね、こっちの方がいいってなると思いますよ。ここからかっこいいバージョンの解説に、ね、入っていきます。かっこいいバージョンではですね、さらにコードが追加されます。まずはこれ、F メジャー7。これがいい響きなんですよ。これよく出てくるコードなんですけど、押さえる場所は3弦と4弦の5フレット。こんな感じで押さえます。はい。1弦と2弦は押さえてないです。いい響きだな、これ。これがね、F メジャーする。これがいいんです。これね、5フレットでしょ?だからここ結構距離があるんですよ。だからこの浮いてる人差し指を使ってちょっとこっち戻るときに、ね、戻りやすいんで、この押さえ方をお勧めしております。これがね、この曲がちょっと欠かせないですね。F メジャー7。ちょっと押さえるの難しい。慣れが必要です。最初のうちはここにピッとね、なかなかうまくいかないかもしれないんですけど、経験していくとですね、パッとこう行くようになるんです。これ不思議なことにね。F メジャー7使っていきましょう。あともう一個。E7 サスポ。これは結構簡単だと思いますね。E7 という入門コードありますよね。人差し指見てください。ここに行ったら E7 サスポ、ここ行ったら E7、 これ行ったら来たりします。こんな感じの使い方ですね。この2つのコードを足してかっこいいバージョンをやっていきましょう。で今日はねこのかっこいいバージョン、リズムがめちゃくちゃ面白いというか、かっこよくていろいろ転化させていくのがいいかなと。もともとこれ伴奏だけっていうか、そのメロディーもね、コードもピアノだけで弾いているっていう原曲なんですけど、そのリズム部門をこうウクレレで一手に引き受けていろんなリズムを織り交ぜていこうと思います。まずじゃあ今日出てくるリズム一応ご紹介。ボン、アルペジオとガズペジオと8ビートとつまみ弾き、こちらでいこうと思います。このつまみ弾きっていうのは一体何で、これ後でちょっと解説しようと思うんですけど、今それ以外のアルペジオ、ガズペジオ、8ビートっていうのはちょっとここにリンク貼ってみましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページで、その中にもう濃厚解説動画、それぞれの弾き方の、動画がもうすでにアップロードされておりますので、じっくり見てやってみてください。まずアルペジオっていうのは基本にあると思うんですけど、ちょっとアルペジオってね、ちょっと Am、 あ、じゃあ F でやってみようか。こんな感じ、つまびくタイプですね。で、ガズペジオっていうのはそれにちょっとパワーを加えた感じ。そして今、ガズペジオやりますよ。こっちはちょっとボリューミーである、これを使い分けもあるんですよ。これかっこいいでしょ。で、8ビートはこのストロークっていわゆるやつなんですけど、こんな感じですね。これもちょっと
ね、最後の方盛り上がるときに、このストロークを使いたいなと思って、チャも入らない、なんですけど、その中で強弱で表現するっていうところもあるんで、これも後でちょっと解説していこうと思います。はい、で、この、今日ね、ちょっとつまみ引きっていうのはあるんだけど、ちょっとこの辺も流れで解説していこうかなと思います。まず最初、始まりは、アルペジオで、しかもこう結構アドリブを入れるような感じで、スローな感じがいいと思うんですよね。ちょっと雰囲気やってみましょうか。せーの。ねん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 。ねん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 。この強弱とか、この、伸ばすところとか、こう散りばめていっていいと思います。テンポも一定じゃなくて、すごくこうストレッチを効かせて伸ばして溜めたりとかいうのもね、こういう曲はすごく似合うかなと思います。アルペジオでこう、なんていうのかな、こう、つまびいて、こう、感情表現を乗っけるのには、これはいい弾き方になると思いますからね。やってみてください。で、なんかね、だからこれはそういうニュアンスが、この曲やっぱ多いかな。それをやるとすごくかっこいいと思うんでね。特にこの B パートの Gm7 で、ねん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 。強弱とこのハミングの自分のボーカルの音量とこのつまびくボリュームをこうシンクロさせるみたいな、このうねりがあった方がね、ずっと押しっぱなしとかずっと弾きっぱなしじゃなくて、こう押したり弾いたりをこのね、曲の中で持っていくのがいいと思います。そして B メロの中にまあ決めがちょっと唯一入るんですけど、ちょっと B メロの後半やってみますね。せーの。ねー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 、今矢印マーク書いてあったでしょ。これはシンコペーションといって、リズムがポーンと前に突っ込んでくると。E7 サスポーから E7 にドーンと今入ってきました。もう一回やってみましょう。B メロ後半。ねん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 。次ですよ。ねん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 みたいな感じで入ってきます。はい。で、その次のね、今の B メロの次のブロックのところ、前半はアルペジオで、後半はガスペジオっていう、ちょっとこの微妙な変化をね、ちょっとデモ演奏で確認ください。これがかっこいいんですよ、結構。アルペジオでつまびいて、こうやっているところに、ガスペジオになった途端に、ちょっとビートが生まれるんですよね。そこのこの繊細な感じがたまらないです。で、その後 D パートというふうにガズが言ってるところで、つまみ弾き。これをやりたいと思います。つまみ弾きっていうのはね、そのガズレの動画の中では、ボサノバビートがちょっと参考になると思います。一応ちょっとレクチャーしておきますと、はい。右手なんですけど、1弦が、見て、薬指、2弦は中指、3弦人差し指、4弦親指で、1、2、3弦は弦の下に指をこう入れていって、4弦だけ上です。で、こう、上に引っ張り上げる。これをつまみ弾き。これで、F メジャー7を押さえて。アクセントつけて。タトトタトトタ、つまみ上げる。わかる？はい。これをつまみ弾き。これできたら、これちょっとやってみないって感じ。これがね、結構ここピアノのね、これフレーズかっこいいんですよ。これもう完全にちょっと再現してみた。こんな感じです。ここパッ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 と音が止まる感じね。これがかっこいいです。このつまみ弾き、ちょっとぜひチャレンジしてみてください。ちょっと難しかったら、これガスペジオでいいと思いますからね。はい。そして最後、一番最後のこの、でん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 で一番盛り上がりたいところでは、前半も後半もずっと8ビートなんだけど、前半はちょっとおとなしめ。後半はちょっとね、大きく、ボリュームをちょっと、上げる感じでイメージして、最後のラストに向かっていくという感じで表現できるのがいいんじゃないかなというふうに思います。そして演奏の強弱もですけど、さっきも言いましたけど、このハミング自体にも、強弱をつけたり、エモーショナルでハミングにしたり、こう空気を抜けるようなサウンドにしたりとか、いろいろそういう工夫があってもすごく楽しめるかなというふうに思います。歌詞がない分、そういうところのこの声の感情表現っていうのをね、結構ね、これ楽しくできるんじゃないかなというふうに思ったりもします。もう映画がね、すごいインパクトがある映画でしたよね。当時僕子供だったけどね、北野武さんがね、出演なされてる映画でしたけど。まあでもこの音楽の響きのこのイメージはやっぱり強烈でしたもんね。このメロディーはもう素晴らしい。これをまさか自分がウクレレ弾いてハミングで歌うなんて思いもしなかったんですけどね。やってみたら気持ちがいいですよ。これ感情を込めてやっていきましょう。それでは、坂本龍一さんの戦場のメリークリスマスガズレレ流かっこいいバージョン。いろんな弾き方でかっこよくやってみます。
本龍一さんの戦場のメリークリスマスガズレレ流かっこいい場所やってみました。なんというかこのいいでしょう、この F メジャー7の響きとかいろんなリズムがこういうなんていうのこう本当どん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 展開していって最後盛り上がっていくみたいなこのストーリーになっているというね。しかもこのメロディーを口で言うっていうこのハミングで歌うっていうこの心地よさ、思ったより良かったです。皆さんぜひご体感ください。でさっきも言ったんだけどクリスマスソングいろいろ取り上げてますからね、概要欄にもリンク貼っとくんでいろんな曲挑戦してみてください。そしてお知らせです、皆さん、スマホとかタブレット持っている方これ入ってますか。ガズレレでリリースしているアプリがあるんです。ガズレシピというアプリ、これがめちゃくちゃ便利な、あの楽譜が見られるサイトなんですけど、すっごい見やすい楽譜で、簡単バージョンとかっこいいバージョン両方の表記があって、あとメトロノーム機能とか、あとね画面が自動スクロールしたりとか、すごく多機能な、アプリになってるんですよ。これにですね新たな楽曲が40曲追加されましたよというお知らせでございます。今すぐにですね皆さんスマホとかタブレットにこのガズレシピ、検索していただいて、インストールお願いいたします。これ楽しいアプリになってます。無料版ですけど中でいろいろ有料の楽譜を変えたりすることになって無料版がありますんでね、ひとまずはダウンロードつけインストールをお願いします。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、さあのこの後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけどあのガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですねもう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっとアマゾン内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社リットミュージック社さんよりこういうね楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってましてありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり簡単でとにかく分かりやすいっていうのが特徴です。この本はですねもう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、 Amazon とか楽天ブックスさんとかも、もう置いてあります。これはあの本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴もう50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね毎月後半にね予約注文とか受け付けて、またそれもね YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではねあの鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもねガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さんさよなら。